第1レース朝徳ガーコ戦 A コースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1号先行0台スタートは1号艇ライト、3号艇中林、2号艇読んでしまいました。一種の1枠インから先手は1号艇の新井、3号艇中林がまっくり出していきます。アウト待っては4号艇の杉本、点が出て2号艇5号艇が競り合った最内、6号艇の山本圭志郎、ここを打ち切った先頭1号艇地元の新井、2番手攻めた3号艇の中林もアドコース、4号艇杉本、宇宙通って6号艇の山本、一緒にコーナーの世界スタートは正常、注目2番手盛り込んで6号艇の山本、真ん中から3号艇の中林は外行きます。刺すのは4号艇の杉本陽一、先頭1号艇新井の後方、2番手は3号艇の中林、二停止優勢も、3番手が食いつかっては4号艇の杉本、展開見せる格好6号艇の山本、2番手3番手4番手あまり差がありません。レースは西目の1コーナー、2番手とは3号艇の中林、4号艇杉本アウトいきます。6号艇山本を刺そうとしますが2号艇が壁になりました。2番手は3号艇の中林、3番手アウト回っては4号艇の杉本、上代球は1番3番4番、その後方6号艇の山本、2号艇の伊藤、最後方が続くは5号艇の松本。レースは2種2マークの旋回です。先頭は1号艇新井、2番手は3号艇の中林、3番手は4号艇の杉本で、上代球は1番3番4番。レースはこれから3種目と移っていきます。1コースからコンマ08あたりでしょうか。1周1枠しっかりと押し切りました。先頭1号艇地元の新井輝利、3コースが攻めました。3号艇の中林は2番手です。3番手は4号艇の杉本、コーナー積み寄った6号艇の山本、3番手どうだ。4号艇6号艇の直線勝負はインコース6号艇の山本、アドコース4号艇の杉本、上代球は1番3番4番か1番3番6番か、完全に捕まえた6号艇の山本、4号艇の杉本、3周2マークの3番手争い。6号艇の山本が先手差し返し、4号艇の杉本4番手に交代、上代計は136、先頭1番の新井ゴール、2着は3番中林、3着6番の山本ゴール、4番杉本2番の伊藤ゴール、ラスト5番の松本ゴール、なお3連単136、5倍ちょうどとなっています。以上小島第一レースでした。体型は4対2、ホームの向かい風、5メーター前後のコンディション、第11レースの準優勝戦、インから1番、2番、3番、6番、4番、5番の並びです。スタートしました。準優勝戦第11レース、6号艇、4号艇スタートを決めていきました。その後は1号艇の稲形が出ていく。逃げる1号艇、稲田浩二まくった3号艇の石田。続いて4号艇の増田がまくり出していく。向こう正面は1号艇、稲田が先頭。スタートは前提正常でした。1号艇、稲田がトップ。2番手が接戦。4号艇、松田と3号艇、石田が並走。一緒にまく先頭、1号艇、稲田。2番手、4号艇の増田が全速旋回。5番、6番やってきて、3号艇の石田の差しは届かない。2番手の接戦は4号艇松田達馬です。4号艇松田がリードしました。3番手には5号艇井上が上がっていく。レースは2周目、1幕先頭は1号艇稲田浩二、2番手4号艇の松田に対し5号艇の井上が差す。2番手は4号艇松田が守っています。一定審査で食らいつく5号艇は井上忠正です。さあ内側に入ってきました。5号艇の井上が捉えました。2番手は5番と4番が接戦。2周2幕、さあ5号艇の井上が先に回っていく。外いった4号艇の松田達馬遅れた。5号艇井上逆転。2番手には5号艇井上が上がりました。4号艇松田3番手に交代です。その後ろ6号艇久富、3号艇石田、2号艇日枝。3周1幕、先頭は1号艇稲田浩二、2番手5号艇の井上に対し、さあ巻き返すか。4号艇松田達馬を引き離されました。2番手は5号艇井上が突き放していく。上の3艇は1番5番4番の体型、この1号43連単の図 40.3 倍を指しています。最終ターンマーク、トップは1号艇稲田浩二、2番手5号艇井上忠正、3番手は4号艇松田達馬。準優勝戦11レース、まもなくゴールです。1番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、6番、3番ゴールイン、2番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。
進入2対1対3のスタイルになりました。人気は1番田中剛から3番小川へ、1番6番2番ダッシュ、3番4番5番スタートを切りました。センターに抵抗スタートは2号艇3号艇、スリット後覗いていく2号艇の小黒龍吾が仕掛けていくでしょうか。それでもインから迎え撃つ1号艇田中剛が力強く逃げ切っていきました。スタートは前提正常でした。外行って2号艇小黒と6号艇田中貞夫、あとは3号艇小川智之による3番手争いになっていきそうです。2番手争いになっていきそうです。そして後方は5号艇4号艇追走です。ペースは1周の2マーク。1号艇の田中剛潜り込む3号艇、外前に2号艇はちょっと船が暴れてしまいました。3号艇がうまく、ここは小川が2番手に上がっていきます。そして3番手争い、6号艇がインコース、外が2号艇となっています。現在この3番手のところ、時計前ではほぼ並んでいる状況でしょうか。インコース6号艇田中貞夫、外2号艇小黒龍吾、2周1マーク。1号艇3号艇回って3番手6号艇の田中貞夫、行かせて差しを狙う2号艇の小黒龍吾の差し、さあすると帰ってきました。6号艇田中貞夫が少し波でバタつきまして、2号艇小黒の差しが届いてきています。ただそれでもこの両者の定冠は判定心あるかないかといったところです。3番手争いが興味どころ。2周2マーク。この3番手2号艇小黒に対して6号艇外を狙っていった田中貞夫、しかし波の内へさっと入れていった小黒龍吾は現在3番手、単独3番手と上がっていきます。レースは最終周回へと向かっていきます。ここはインから押し切っていきました。1号艇田中剛先頭です。リードを取りました。追って3号艇の小川智之、3番手ですが2号艇の小黒龍吾、ちょっとコーナー外し気味ですけれども、6号艇も攻め切れとなりまして、上位1番3番2番、その後ろ6号艇田中貞夫、あとは5号艇4号艇追走となっています。さあ3番手のところ、インコースから伸ばしていって先に回ってやろうとする田中貞夫だったんですが、前を押さえた2号艇小黒龍吾です。ラストコーナー、1号艇田中剛、3号艇の小川智之、3番手2号艇小黒龍吾、守りきったでしょうか。まもなくゴールを迎えます。トップ1番田中剛降臨、3番小川降臨、2番小黒降臨、後ろ6番5番4番の順で降臨。風の中第12レースの予選はシーボー特選、枠番通り3対3で進入、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。1号艇小賀トップスタート。さあここはかなりスリット優勢にという1号艇小賀です。小賀がまずは逃げる、ちょっとふわふわっとなりながらも押し切るか。5号艇の西野まくり出す、外は3番、あとは264ですが、1号艇小賀懸命に絞る。さあ5号艇西野も抵抗していきますが、1号艇小賀なんとか抑えて、2番手は5号艇の西野で、3番手3号艇山本、後続は6番2番4番、スタートは前提正常でした。1号艇小賀がなんとか陰線からさあ前に出ます。2番手は5号艇西野、3番手は3号艇山本の1号さん、1番5番3番、レースは2周目、二艇審査の4番手の6号艇小坂、後方は4番2番です。1号艇小賀トップで2周1マーク、2番手5号艇西野、3番手6号艇小坂くるっと運んで、外は3号艇山本ですが、3番手争い外から3号艇山本、ただ6号艇小坂が定冠詰めに行きます。後方は離れて5番手4号艇鶴田、最後方2号艇藤丸、上位2艇は1番5番抜け出して2周2マーク、1号艇小川茂樹がトップです。2番手は5号艇西野翔太、そして3番手は3号艇山本光雄に対して6号艇小坂直也の差しですが、上位3艇1号さんのままでレースは最終周回です。完璧な逃げというそんなターンではありませんでしたが、なんとか1号艇小川押し切るような形でトップで最終1マーク、2番手は5号艇西野、3番手が3号艇山本キープの1号さん、さあ6号艇小坂依然定冠あまりありませんが、最後の向こう上面ではまた3号艇山本が3艇身4艇身じわりリードを取って1号さん、2連単1号は8倍ちょうど、3連単1号さん 22.8 倍を示しております。1号艇小川茂樹トップで最終ターンマーク旋回、2番手は5号艇西野翔太、3番手は3号艇山本光雄、1号さん1番5番3番、第12レース1着は1番の古賀ゴールイン、2着5番西野ゴールイン、3着3番山本ゴールイン、あとは6番4番2番の順でゴールイン。